フィッシュ配布だー。かわいい。今回は、今回配布されるフィッシュルの解説だよ。大体3分くらいの予定であっさりとした内容の予定だよ。フィッシュル関係ないけど、まずは、銃撃キャンセル。通常攻撃の後狙い撃ちすることによりモーション硬直をなくせます。最近知ってスタミナ節約になってます。スタミナ使わずにキャンセルできるのは大きいですね。次は元素スキルオズ召喚。オズを召喚して、雷属性弓ダメージを与えます。滞在時間は10秒です。設置型なので、元素反応にめっちゃ使いやすいです。私は、オズ、グオブア、モナの設置で適当に反応させてます。元素爆発についてですが、必ず元素スキルを使った後に使いましょう。最強になって突っ込みその後、オズが停滞するのですが、そのオズが消えるタイミングで元素スキルもリセットされます。割と紹介されてないテクニックかな？それと、元素爆発には発動してすぐの部分にしか無敵がありません。半分くらいオズを置くのが目的なのでキャラチェンジで被弾を減らしましょう。戦闘に関することはこんなもんかな？次は、テンプについて、基本的には、元素スキルを強化しましょう。オズ設置がメイン運用だからですね。フィッシュルはレベルで攻撃力がアップするので、攻撃型ってのがあるみたい。到達の敷居が高そう。生物については、雷のような怒りが無難でしょう。僕ともいいけど、レベル5が存在していないので、厳選するほどでもないような気がする。旧貴族の厳選の途中にいいのでが出たらワンチャンありかもね。雷の怒りには注意点があって、4セットのクールタイム減少だけど、オズを召喚した時のダメージにしか、効果ありません。滞在中のダメージはダメなんですね。いつも適当にスキル回してますが、オズは最後に出して反応させましょう。せっかくセットつけてるのに効果ないと意味ないですもんね。最後にフィッシュルを使った意外なギミック突破法も公開します。そちらを紹介して本動画は終了です。狙い撃ちでオズを撃つと雷属性攻撃をしてくれるのですが、重さ発動ギミックがあるときはギミックに向いてくれます。目から鱗の効果ですね。いや、断罪されし天空より使われし、隕石だろうか。3分以内を意識したら、めっちゃ早く終わってしまった。カップ麺作りながら見ていた皆様、固めの麺でお召し上がりください。ご視聴ありがとうございました。もし内容が良かったらチャンネル登録・高評価お願いします。